ちは、インターン生の渡辺です。第9回目では、リトグラフ技法についてご紹介いたしました。第10回目では、版画専攻のカリキュラムについてご紹介させていただこうと思います。今回は、学年ごとに分けて、版画専攻4年間のカリキュラムをご紹介いたします。1年次は、版画制作の基礎的な知識、力を身につけます。学籍番号順で、3グループに分かれて、木版画、銅版画、リトグラフの、3種類の技法をすべて体験します。1つの技法を体験した後には、高評価を毎回行うので、自分の作品を自ら説明したり、作品を評価されたり、人の作品を鑑賞したりする体験を、何度も行います。また1年次には、基礎表現力を高める、実習が多く盛り込まれており、デッサンやドローイングなどの授業実習が、週に1回はあります。2年次に入ると、木版画、銅版画、リトグラフの3種の技法の中から、1つを選択し、技法ごとに、専門の技術を学び制作します。1年次の体験では、触れられなかった技術や技法を学ぶことになります。定期的な講評会に加えて、各班種ごとに、専門技術に関する、課題や、授業が組まれます。また2年次の課題の中にはエディション制作があります。これは、1つの作品を、20部制作することで、エディションへの知識や、作品の管理、販売に関する知識を学びます。また、版画の実技以外には、基礎表現力を高める実習に加えて、写真やデジタルなどのメディア表現を学んだり、立体やコラージュなどの美術表現について触れる授業もあります。また2年次からは、版画学科の、展示失礼しました。芸術祭での、版画学科展示に、作品を出すことができるようになります。この際に、学装や展示についての知識を学ぶことができます。3年次からは、選択した技法の知識や専門技術を深めるとともに、卒業制作に向けての、方向性を探ります。そのために、一人一人が、作品ファイルもしくはポートフォリオの作成を行います。ファイル作成後に教授と個人面談を行い、進路を踏まえた上で作品の方向性を検討していきます。また3年次には芸祭での飲食模擬店写楽の出展を毎年行っています。企画や運営を行うのはとても大変ですが、学年毎年生徒主体で頑張っています。4年次には今までの制作や進路を踏まえて卒業制作で版画による表現を追求します。また画集制作や展覧会の企画運営を行うことで生産力や計画力を高めます。特に卒業制作と画集制作、画集はエディションが60部あるので1枚の作品を60枚もすることになります。4年間の集大成となるので当然力は入ってきます。卒業制作、画集は、大体毎年12月から1月頃に提出になります。そして卒業制作や画集の提出が終わると、卒業展の、企画準備が始まります。版画学科では版画専攻では、東京美術大学連合、卒業修了制作展、版画専攻卒業修了展、多摩美術大学美術学部、卒業制作大学院修了展、合計3つの展覧会に参加することになります。これらの展覧会が終わると、版画学科4年間のカリキュラムが終了します。ここで、私が、多摩美術大学や、版画専攻に入って思うことと題しまして少しお話をさせていただきたいと思います。
私は多摩美術大学、版画専攻に入ってとても良かったなと思っています。専門技術を学んだり、経験を積むということができたのはもちろんですが、何よりも同じように美術を学ぶ仲間と出会えたことが何よりも大きかったと考えています。個人的な話にどんどん寄っていきますが、私は中高時代は、普通科に通っていました。その中で美術を学んだり、作品制作を行っていても真剣に相談できる仲間には、なかなか出会えないのが現状でした。多摩美術大学の、版画専攻に入学して初めて絵のことや美術のことに真剣に語れる仲間が、できたように思います。またそこで得た仲間は、大学を卒業後も、人生の中でかけがえのない財産になると思っています。美術大学に通うことの利点は同じ志を持つ仲間に出会えることではないかと私は考えています。10回に分けてご紹介してきた多摩美の秘密記事も、今回で終了となります。多摩美のこと、版画専攻のことにを紹介するのは、私自身にとってもとても楽しいことでした。またこれから多摩美術大学や版画専攻に入る方、入りたいと思っている方にとって少しでも参考になればなっていれば幸いです。最後になりますが、ここまで、ご視聴閲覧していただき本当にありがとうございました。